バンドがあるんですけど、もういきなり全く真逆のロック系になります。というわけで曲お願いします。うなうな言わない、うなはそこにいる。You.
いいですか、ゆったりちょっと上げたところで落としますというわけでゆっくりちょっと歌わせてください。椎名林檎さんのギプスをちょっといきなり落としてみます。どうぞ。写真
ね、さっきの1曲目の話に戻るんですけど、さっき1曲目うなさ知ってる人ってさっき母ちゃんが言ってくれたんですけど、知ってる人あら結構いる実は有名もうこの子が歌う第一ソングができましたということでちょっとお披露目で、実はこれのロングバージョンもあるんですけど、 YouTube ニコニコ動画などにちょっと公開させていただいてます。かわいいさっきの動画好きでぜひ見てください。うなんだでやると多分出てくる、うなんだとなんか僕好きってやると出てくる。てかまずうなんだの LINE もらってください、後ろにあるんで。うなんだと友達になってこうなんだって言ってるのもちゃんとうなんだのに、そういう感じでちょっと後ろにあるちょっと告知をしてるんですけど、あの丸テーブルにあるのはほとんど私のなんで、あの勝手に持ってっていいやつは勝手に持ってっていいんです。1曲目に歌ったロスラブっていう曲なんですけど、それもちょっと無料でダウンロードできるんでぜひ持って行ってください。そういう感じでちょっとロングバージョンは次回聴かせていただこうかなって、ちょっとサビ変わってます。じゃあそういう感じで最後の1曲をちょっと聴いてもらおうと思うんですけれど、よろしいでしょうか最後はオリジナルの曲もう一回戻るんですけれど、バンドをやってるラブレックというバンドの方で砂時計という曲があるんですね。そっちの曲をちょっとアレンジバージョンで歌わせていただきたいと思います。ちょっとまったりなのか乗ってるのか分かんないんで、一緒に乗ってくれたら嬉しいと思います。時の流れを止めて僕らの願いで
告知すると、これも最後にちょっと流していただいてるのもバンド曲の方なんですけど、ちょっとアレンジ変わってますけど、流れてると私の声すると思う。基本ロックバンドやってます。ちょっと興味あるなっていう人は後ろの、バンドでちょっと3人写ってる紙の目の前に名刺があるんで、その名刺持ってってQR コードでゴンってするとさっきの1曲目手に入ります。今の砂時計もちょっと手に入るかもしれないで、今レコーディング前なんで。はい、うなうなのロックちょっとおじゃる前になってもいいですかちょっとうなうなロックもじゃあ考えて、ちょっとそこの作曲者に頼んでみます。横向いてて聞いてないですよねうなうなの作曲者そこにいるんでじゃあありがとうございました。うなでした。ありがとうございます。